それではここからはおかえりメールのコーナーです。おかえりメールとはご登録者の皆さんのご帰宅をサポートするメールサービスとなっております。設定されている時間のお天気やキャスターが書いたダメだダメだいつも通り進行なんてできない。こんな結果でもうなるべくね、あの画面が目に入らないようにもう一生懸命話してたんですけれども、どうですか。ちなみにどうですか。私の仮装は囚人ですどうですかね。いやー、すっごく着心地はいいんですよ。もうパジャマみたいにいい柔らかい生地で、このまま番組続けてたらなんか寝ちゃいそうなくらい、とてもね心地の良い囚人服です水泳選手だと思った。あ、そう、ちゃんとね番号も書いてるんですよ。2131689番、ちょっと違うか敬礼はしないか。いや、私のなんだろうな、牢獄知識はですね、結構でも牢獄を舞台にしたドラマってあるじゃないですか。私は、プリズンブレイク、あれで結構ね、あの学びました。ちょっと今から穴掘ってね脱獄試みたいと思うんですけれどもいやー、あーちゃんは仮装しないんだみたいなコメントをちらほら番組冒頭からいただいていて、うん、あのもうするんだけどなと思いながらワクワクしてここまで番組をお送りしていきました。何の罪だろうね、私何の罪で、あ、わかった、噛みすぎた刑噛みすぎた罪でもしかして入ったかもしれないですね。じゃあちょっと反省してすぐにね、あの出所できるようにしっかりと噛まずにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも笑わずにお伝えいただければと思います。もう噛んじゃった